なんかこうスモークがもくもくっと分かれる。中、これシルエットで登場した時もなんかみんながドキドキしたと思いますが、<laughs> 僕もドキドキしましたね。少しはい。<laughs> さあ、今回キリンビールはお客様が求める爽快な美味しさを追求した完璧な新キリンチューハイの完成に至りました。 4月26日から商品名やパッケージを公表しないミステリー館として全国の商業施設や書店フードテイクアウト店などで100万本を配布した大々的なキャンペーンを実施いたしましたそして本日5月16日に解禁となったその正体がまさに今高橋さんと共に登場した新氷結ということなんですが高橋さんどうですかこう 好きな新キリンチューハイの発売を知った時、どんな風にお感じになりました。とうとうですね。<laughs> とうとうとんでもないものが出たなとすごく気になっていましたし、正体は一体何なのかとワクワクしてましたね。その正体が新氷結だと明かされた時はいかがでした。そうですね。あの飲ませていただいたんですけど、びっくりするぐらい美味しかったですね。これまでのこうチューハイというものの概念が。 変わったような気がしますし、正体が氷結だと聞いてさらに驚きました。でもまあ、氷結だからこそたどり着いたっていう境地なのかもしれないなとも思いました。けれどね。